オブとフロントエンドウェブフレームワークフォーアルビースというタイトルで、ワイハラこと原豊が発表させていただきます。よろしくお願いします。皆さん元気ですか？眠くないですか？午後一が一番眠いですよね。そう。で、頑張っていきましょう。今日はですね、最高のフレームワークができたので、それを皆さんにシェアしたいという気持ちでやってきました。単なる思いつきで作ったんですけど、うっかり最高になってしまった。名前はオブトと言います。これが公式サイトです。で、オブトは Ruby で書けるフロントエンドウェブフレームワークで、Opal を使っていて、Redux みたいにバーチャルドームとシングルステートの機能があります。というのが短い説明ですけど、これで分かったらこの40分いらないので、これからゆっくり説明していきたいと思います。で、オブットの名前の由来なんですけど、後ほど O メソッドっていうのが出てくるんですね。それで、O から始まる名前で、オクトとかいいかなと思ったんですけど、もう至るとこで捉えていて、まあ、しょうがないんで、この C をちょっと回して V にしたっていう。タコのつもりです。で、オブトでどんなものが作れるのか、それなりに複雑なものも作れますよというデモがいるかなと思って、もしネットワークつながっている人はちょっとアクセスしてみていただきたいんですが、rk2019.yhara.jp にアクセスすると、このスライドが見えると思います。このプレゼンツール自体が、オブトでできています。サーバー側が Rails で、画面を作るのにオブトを使っています。で、私がスライドを動かすと、このお手元のスライドも動くと思うんですけど、WebSocket でつながっていて、双方向通信ができるようになっています。で、いろいろ隠し機能があって、例えば S を押すと、こっちで、S を押すと、この内部状態が見れたり、あとはですね、この画面に今出てないんですけど、MacBook 側にコントローラーがあって、次のスライドとかが見えるようになっています。で、もう一個ですね、キーボードの E を押していただくと、この絵文字ボタンが出ると思うんですけど、こう。あ、そうです。それは正しいんですけど、スラッシュログインできないですか？あちゃちゃちゃちのすらアテンディーに行くと思ったんですけど、認証が壊れてる可能性はある。そっか、残念だな。ちなみに何がやりたかったかっていうと、こうウェブせっかく WebSocket だから、こう、ボタンを押すと、スクリーンに絵文字が飛ぶみたいなのね。そう、やりたかったんですよ。こんな時のためにもう一個隠し機能があって、キーボードの X を押すと、
スライドが回転するっていう。止めるのが難しいんですけど。おうじゃないよ。眠くなったら回しますんで言ってください。はい、まあ冗談はこれぐらいにして、今日話さないことはですね、アンギュラーとかビューとどう違うのっていう話はしないでおこうと思います。僕が使ったことがないのであんまり深い話はできないだろうと思ったので。で、もう一個、オブとどう使うかっていうチュートリアル的なことは、もうウェブに英語と日本語で書いてあるので、それはやらずに、代わりにですね、チュートリアルの補足になるようなことを喋りたいなと思っています。一つは、オブとを作るときにどんなことを考えていたのかということ。で、もう一つは、チュートリアルがリダックス触ったことある人向けに書いているので、このチュートリアルを読むための前提知識みたいなことを説明したいなと思っています。で、今日は3部構成で、最初にオブトをなぜ作ったのかという背景、次にオブトの設計思想、最後にオブトの実装について少し紹介したいと思っています。で、今日のゴールは、オブトの2人目のユーザーを見つけることで、1人目は私で、これからなんか趣味で作るときはオブトでやろうと思ってるんですけど、同じように誰か、また誰かの役に立てばいいなと思っています。で、改めまして、ワイハラと申します。Twitter や GitHub のアットマークワイハラというアカウントです。で、NACL という会社で働いています。NACL は島根県松江市に本社があって、東京に支社があります。NACL は Ruby を作った松本さんがフェローを務めている会社です。で、松本さんが関わっている会社はもう今では全く珍しくなくなりましたけど、NACL は、古くから松本さんが在籍していて、1997年、Ruby が 1.1 かな、そのぐらいの頃からおられる、老舗の Ruby 屋さんです。で、今回、最も Ruby らしいノベルティとして、このチートシートというのを作りました。Ruby でのプログラムをデバッグするときに役立つような技が書いてあります。ぜひ、2階の NACL ブースまでいらしてください。で、私が Ruby 会議で発表するのは6回目ぐらいになるんですが、いろんな話をしたんですけど、2種類に分けられて、1つは自分ので使うものを自分で作るというテーマ。で、もう1つは言語処理系です。で、今回は前者のカテゴリーになります。ということで、なぜオブトを作ったのかという話から始めましょう。で、私は自給自足プログラミングと呼んでるんですけど、自分で欲しいものを自分で作ると。で、Ruby はそういうのにとても向いた言語だと思っていて、なぜなら、たくさんのジェムがあって、やりたいことを助けてくれるジェムがいろいろと見つかるということ。また、もともとスクリプト言語として設計されていて、ちょっとしたものをささっと作るのに向いた言語であると。で、実際に作ったものがいくつかあるんですけど、これは、賞味期限を管理するアプリですね。これはシナトラで作っています。で、これは私のブログで、これもシナトラで作っています。
GitHub にソースコードがあります。で、他にも Rails で作ったものもあって、これは家中のものを管理するアプリですね。で、これらに共通しているのは、ウェブアプリだけど、僕はモバイルアプリの代わりとしてこれを使ってるんですね。さくらの VPS を年間1万ちょいで借りていて、そこに先ほどの Ruby で作ったアプリをデプロイしてある。で、そうすると、このスーパーに行ったときに自分のスマホから賞味期限の消えてるやつを確認したりできると。で、もちろんプログラマーだからモバイルアプリを作ることもできるんですけど、プログラミングの世界はこうできることが無限にあるので、どの領域を勉強するかっていうのはある程度選ばないといけない。で、スマホが流行り出した頃、これからはモバイルアプリだみたいな空気がありましたけど、僕はあえてそこにはあんまり乗らなくて、なんでかっていうと、きっとこれからどんどん端末が良くなって、こうできることが増えて、覚えてもすぐ変わってしまうだろうなと予感がしたんですね。で、その代わりに、このウェブ技術に時間を使うことにしました。ウェブの技術を覚えておけば、さっきみたいにこう VPS にデプロイすることで、なんちゃってモバイルアプリにもなると。まあ、自分用としてはそれで十分かなという選択ですね。で、それでやってたんですが、Ruby だけでは作りにくいものっていうのも出てきたんですね。これは Todoist っていうサービスで、Todo アプリで、Web からもモバイルからも使えて、とても便利だったんですけど、まあ、長く使ってると、ところどころ気に入らないとこもあって、究極的には自分で作るしかないのかなと思っていたんですけど、こういう一画面でいろいろ複雑なことをするシングルページアプリケーションとか言いますけど、そういうものってこの生の JavaScript とか jQuery だけではちょっと難しいんですよね。で、なんでかというと、 jQuery にはいろいろ便利なメソッドがあります。が、これらはこの場所にこういう変更をするっていう書き方なんですね。なので、例えばリストに要素を追加するという例を考えてみましょう。jQuery だと、例えばこの1番目の後ろにアイテムを追加するみたいな書き方になるかと思いますが、この場所を手で指定するっていうのがこのバグになりやすいポイントで、例えばサーバーから取ってきたときにずれたりとかなんかありそうですよね。で、最近流行っているリアクトとかだとこの問題が解決されていて、これがリアクトのコードで、読まなくてもいいんですけど、増えたらどうするとか減ったらどうするっていう書き方じゃなくて、このリストを作るには、もう要素の数だけタグを作りますとだけ書いてある。ので、自分でこう増やすとか減らすとか、どこに入れるとかを書かなくていいんですね。で、楽だと。で、これだけだと、この1個増えるたびに全体が書き換わるように見えて、細そうなんですけど、実は遅くないと。それには、バーチャルドムという仕組みがあってですね。
この左のコードから直接この要素ができるのではなくて、React はこれを一旦バーチャルドムというものを作ります。で、これは、素の JavaScript、JSON みたいなものです。で、こういうタグを作りたいっていう設計図みたいなものが、こう、一旦できるわけですね。で、要素が増えたときは、こいつから新しいバーチャルドームを作ります。で、前の状態とこれを比較します。で、これらはメモリ上にあるオブジェクトなので、比較がとても早いと。で、ここが違うなっていうのが見つかったら、自動的にこの差分が適用されると。こういう仕組みになっていて、まとめると、バーチャルドームがあると、差分を指定するんじゃなくて、こうなってほしいっていうのだけ書けば、あとは自動でやってくれる。で、楽で早いというのがバーチャルドームです。で、もう一つ、シングルステートの説明をしたいんですが、お仕事で3ヶ月ほどリアクトを触る機会があったんですけど、ここではリアクトリラックスというフレームワークが使われていました。リラックスはリアクトと一緒に使うフレームワークで、リアクトをシングルステートにするという機能があります。普通のリアクトのアプリだと、この3つコンポーネントがあったとしたら、それぞれが自分の状態というのを持っているですね。で、これぐらい簡単ならいいんですけど、例えば、複数のコンポーネントから参照される状態があるとか、こいつを複数のコンポーネントから書き換えるとか、サーバーから取ってくるとかしているうちに、わからなくなってしまう。という課題があって、で、リダックスはこれを何とかしたいという目的で作られたもので、リダックスではこの状態をリダックスストアという一箇所に集めます。で、各コンポーネントはこいつから状態を取ってくる。で、更新に関しては、このコンポーネントが勝手に書き換えてはいけなくて、リダックスリデューサーという管理者みたいなオブジェクトがいて、そいつに変更してほしいという依頼を出します。すると、このリデューサーがそれを取りまとめて、状態を更新するという仕組みになっています。で、リダックスは触ってみてすごいよくできてるなと思ったんですけど、いろいろちょっととっつきにくい部分があって、きっと、とても大きなアプリ向けにでも大丈夫なように作ってあると思うんですけど、そうすると小さいアプリ作るときは、なんか覚えることが多いなみたいな。自分が使わない範囲がつらみになるっていうことですね。で、そんなときにハイパーアップというフレームワークを知りました。この記事ですね。ハイパーアップは、バーチャルドームとシングルステートというリダックスと同じ特徴を持ちながら1キロバイト要素にして数百行しかないというとっても小さいフレームワークで、でこのサイズでこんなにたくさん機能があるのはすごいなと思って、でですね、これのこんなに小さいならこれを Ruby に移植できるんじゃないかと思ったわけですね。Ruby に移植っていうのはどういうことなのか。もしかしたら、Web では JavaScript しか使えないよって聞いたかもしれないですけど、実はそうではなくて。この Opal というものを使うと、Ruby をブラウザで動かすことができるんです。例えば、こんな感じの Ruby のクラスがあったとしたら、オパール、
を使うと、この後ろのような同じ動きをする JavaScript のコードっていうのを生成してくれる。で、結果的にこの Ruby のコードがブラウザの中で動くと。で、まあ、そこまでしてる JavaScript を使いたくないのかって言われると、まあ、そんなに僕も JS 嫌いではないんですけど、Ruby が一番長いこと書いてるので、最も早く書けるっていうのと、微妙な違いがあって、例えば配列がイコールイコールで比較できなくて、はまるとか、Ruby のハッシュみたいのがないとか、イナブラブルがないとかね、いろいろ違いがあるので、Opal を使うと、こうブラウザの中で動くもだけど、ハッシュも使えるし、ストリングもイナブラブルも使える。で、まあ、このハイパーアップを Opal を使って Ruby に対応したのが、コブトですという感じです。で、少しだけ注意点があって、まず、ハイパーアップは V バージョン1とバージョン2がそろそろ出るそうなんですけど、V1 と V2 で結構違っていて、コブトが参考にしたのは去年の V1 のバージョンです。で、また、ハイパーアップをそのまま1対1で移植したわけではないんですね。なぜかというと、これハイパーアップの E のみに載っているカウンターのサンプルなんですけど、雰囲気だけ見てもらえばいいんですけど、これを Ruby に直したらどうなるでしょうか。ファンクションは Ruby で言うとブロックだから、まあ、こんな感じになる。これを書きたくはないですよね。なんか Ruby っぽくないコードになるんですね。そのまま変換しただけだと。だから、このカウンターのサンプルをどう書きたいかっていうのをまず考えないといけない。で、いろいろ試行錯誤した結果、こうやってクラスを定義してアプリを作るという書き方に落ち着きました。で、これを実際にデモしたいと思います。ああ。ですね、先ほどオブトの新バージョンをリリースして、オブトコマンドっていうのが使えるようになりました。オブトニューでアプリ名、カウンターとかにしようか。で、タイプは、今、静的ファイルでやるか、シナトラがサポートしています。で、今回は静的ファイルにしましょう。そうすると、カウンター以下にファイルができて、で、レイクエンターで、この Ruby から JavaScript を生成してくれます。で、これをブラウザで開くと、最初からサンプルコードが入ってて、これが、セッシと歌詞を変換するっていうサンプルですね。セッシ100度は、歌詞212度みたいな。じゃあ、これを、これが本体なんで、一旦、リネームして、書いていきましょう。まず、名前は何でもいいので、オブトアップのクラスを作ります。で、この中に、3つのクラスを定義します。ステートはアプリの状態が全部入っているところですね。で、アクションズはさっきのリダックスの図に出てきた変更依頼です。で、最後にビューの定義。
書いて、ビューはですね、レンダーというメソッドに何をするかを書きます。で、で、ここで O メソッドが出てくるんですけど、例えば H1 タグを作りたいときは、こうします。この Ruby の P メソッドみたいな1文字のメソッドで O っていうメソッドがあって、第1引数がタグ名で、第2引数が属性で、第3引数に中身を書きます。属性が絡むときは省略することもできます。で、最後に、ランで、この HTML のどの div に描画するかっていう、ここに div があるので、ここに入れてくださいという指定をします。で、レイクして、お、出ました。で、次にカウンターなので、状態としてカウンターを作りましょう。で、最初は0と。で、このコンポーネントの中では、ステート .ステートメソッドで現在の状態が取れるので、こうすると0って出るはず。強いですね。で、次はこいつを増やすアクションを書きましょう。インクリメントカウンターとかにしましょうかね。アクションもステートドットカウンターで現在の値が取れて、こいつはステートの差分をハッシュ形式で返します。からプラス1とかにすると。で、次は、こいつを呼ぶボタンを作りましょう。で、ボタンタグだと、ちょっとデカグできないので、あ、まあいいか。あれであれしよう。よいしょ。オンクリックに、ブロックを指定して、アクションズのインクリメントカウンターで、プラスとか書いて、これでボタンがクリックされたら、このアクションが実行されるようになるはずです。で、アクション実行した後、ビューを再ビューがするっていうのは、自分で書かなくてもよくて、オブトが自動でやってくれます。はい。ああ、はい。これね、この、ここ、くるまないとね、いけないんですよね。文法エラーになっちゃうんですね。で、大きくしますが。よいしょ。よし。はい。よかったよかった。じゃあスライドに戻りまして。こんな感じで Ubuntu ではアプリを作っていきます。で、これは Ubuntu を使って実際に ToDo アプリを作ってみたというやつで、これは今自分で便利に使っています。で、残りの時間では
オブトの設計と実装について少しだけ触れたいなと思います。で、設計で一番意識したのは自分が楽しく書けること。でプログラミングはもともと楽しいものだと思うので、スラミを取り除いていけば楽しくなるはずだと。でスラミっていうのは例えば覚えることが多すぎる。でオブトの場合はハイパーアップ由来で3つのクラスだけ覚えればいいと。で、あるいは、エラーが分からなくてつらいというのはありますね。この見るにメソッドがないっていうエラーは、こう、親の顔より見たエラーだと思いますけど、なんでこれが出るのかっていうと、変なところで見るが生まれているからですね。で、オブトでステートをクラスにしたのは、そのためで、例えば、ハッシュにしようかなともちょっと考えたんですけど、ハッシュって、この、タイプミスしてもエラーにならないですよね。このページ E っていう E が1個多くても、ここではエラーにならずに見るが返るので、これより後のところでエラーが出る。間違えたのと違うところでエラーが出るのは辛いですよね。で、クラスにしておけば、このページっていうメソッドがないよっていうエラーになるので、間違えたところでエラーが出ると。で、またオブトではいろんなところでキーワード引数を使っているんですけど、それもエラーを分かりやすくするという意図があります。で、もう一個は、簡単なアプリを作れても、でかくなったときに辛くなるのでは困るので、大きくなったらどうするかっていうのを一応考えてあって、これはプレゼンツールのソースで、これ時間がなかったんで1ファイルに全部書いてあるんですけど、そろそろリファクタリングしようかなと思っていて、まずステートの場合は、このいくつか関連するやつをまとめて新しいステートクラスにしてやることでネストできます。で、アクションズはメソッドが並んでるだけなんで、Ruby に慣れている人ならどうやって分けたらいいかわかりますよね。モジュールを作って、それを別ファイルにして、このインクルードしてやるっていうことですね。で、コンポーネントについてはこの O メソッドにサブコンポーネントを渡すという機能があって、この第一引数にタグ名ではなくてクラス名を書くとこの列のレンダーが呼ばれるというふうにネストできるようになっています。よいしょ。で、オブト作って、これは良かったなと思うのは、この、まず、なんか、機能を作りたいときに、まず、どういう状態がいるかっていうのを考えて、それを足してやる。で次に、それを使って画面を組み立てるコードを書く。で、状態が変えたいなと思ったら、アクションを作る。っていう、この順番でやると、自動的に機能ができていくような感じになるっていうのが作っていて楽しいなと思ったところです。で、最後オブトのソースを読んでみたい人のために少し解説をしたいと思います。ソースは GitHub にあります。で、これちょっと前に数えたやつではまだ1000行に達してなくて、全体としてはまだとても小さいと思います。で、この基本のステートアクションズ、コンポーネントっていう3つのクラスがあるんですけど、それ以外で大事なのが、ランタイムとワイヤードアクションズ。なので、それぞれちょっと説明したいと思います。まず、ランタイム RB には、
実はハイパーアップのコアがそのまま入っているんです。オパールでは JavaScript を埋め込むことができるので、ハイパーアップから借りてきたものをそのまま埋め込んであります。オブト作るときにできるだけ早く作りたかったからですね。で、どういう役割分担なのかというと、オブトのアプリがあって、そいつからこの JSON 形式でバーチャルドームを作るところまでがオブトの役割で、で、作ったものをハイパーアップのコアに渡して表示してもらうという作りになっています。のでアプリ側が重くない限りは、ハイパーアップと同じような十分な速度が出るんじゃないかと思っています。で、もう一個はワイヤードアクションズというクラスで、これはファイルには見えないんですけど、裏方的なものがあって、アクションを呼ぶときに下にアクションズドットダウンと書いてあって、で、上にダウンがあるので、なんかこう直接呼んでるみたいに見えるけど、実は間にワイヤードアクションズというオブジェクトがいて、下で呼んでるのはこいつのダウンの方なんですね。なんでかというと、アクションを実行するときって3つのことをしないといけないんですね。まず1つ目はステートの計算を、ステートがどう変わるかっていう計算をする。で、次にそれをアプリステートに反映させる。で、最後にビューを再描画する。で、この3つのうち、この上の段は1番の部分だけをやっています。残りの2と3はワイヤードアクションズが裏方でやってくれます。で、最後、シングルステートのかっこいいところとして、このプレゼンツールの実装に触れたいんですが、リダックス関係者の人が書いているブログで、シングルステートっていう制約は結構強いから、何でも向くわけではない。けど、その代わりに、いろいろかっこいいことができるよっていう記事があってですね。例えば、Undo 機能をアプリに追加するのって結構大変ですけど、シングルステートにしておけば、ステートを巻き戻してやるだけで、ご勝手に Undo 機能になると。あるいは、エラーができたときに、こうアプリステートごとサーバーにレポートしてやれば、どんなときにエラーが起きたのかが、詳細にわかるとか。で、このプレゼンツールの場合は、この管理者のページめくりを送信したり、絵文字を送ったりっていう通信があるので、通信部分が複雑そうなんですけど、実は1種類の通信しかなくてですね、相手のブラウザでアクションを実行するっていう通信が1個あるんですね。で、これを使って、こう絵文字を表示するアクションを送ったり、ページめくるアクションを送ったりしています。ので、例えばゲームとかチャットを作るときに、この仕組みを使えばすぐにブラウザ間通信が作れるようになるはずです。で、これで説明は終わりで、やってほしいこととしては、ぜひ触ってみて、こういうことが良かったとか、こういう機能が欲しいとか、いろいろ教えてくれたらなと思います。で、これ今後としては SSR とかルーターとか、めどは立ってるんですけど、リクエストが来たら、欲しい人がいたら作るという感じにしたいと思ってるんで、オブトが私だけでなくて、誰かの別の人の役にも立てば、幸いです。ありがとうございました。